What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back. It's been a while since I recorded, so I'm trying my best to get things going right now to get these monster episodes. So I'm gonna dive in, do about 4 episodes for you guys. So what I'm going to do is I'm gonna release 2 on the channel, and then I'll put 2 also on early access. So whoever is on early access will get an extra 2 episodes. And yeah, all right. So because it's been a while, I don't want to leave, you know, the people on the channel waiting another week to get reactions. So yeah, man, Dr. Tenma still looking for Johan. There's a lot of little tidbits of everybody that they meet, and you can tell that they're telling a very intricate story. So you gotta be paying attention, because it's like everything is kind of connected. Even the people that he's meeting is kind of, or people that he knows that knows someone, is kind of connected, and everything is kind of connected to Johan. So it's just kind of weird. But in any case, guys, we're gonna jump in. I'm not gonna waste any more time here. So I'll see you guys, man. I'll see you guys for the review, of course. Let's go watch these reactions, man. Let's go. バーバラ、モスコミュールはいかがかな？ありがとう、ミハイル。フリッツ、君にはジュースがあるぞ。フリッツ、お父さんにありがとうは。ありがとう、おじさん。フリッツ。しょうがないよ。徐々になれるさ。新しく始めた古美術のビジネスも徐々に軌道に乗るさ。でも。私にとってはいきなりだわ。え？いきなりこんな素敵な家に住めて、こんな優しい旦那様が美味しいカクテルまで作ってくれるんですもの。なあ君、何か感じないかい？え？隣の家だよ。あの2階の窓から時々誰かに見られているような。やだ、お隣は空き家でしょ。分かっている。でも実はね、聞いちゃったの、向かいのドートレイさんに。何を？お隣、20年ほど前あるご夫婦が惨殺されて、それ以来あの家には幽霊が出るらしいって。どうしたのミハエル？ああ、まさかあなたまでそんな話信じるんじゃないでしょうね。そんなことないよ。お出かけで。ああ、車出します。ああ、いや、いい。たまには親子水入らずで出かけようと思うんだ。ボディーガードの必要もないだろう。そうですか。まあその方がフリッツも早くあなたに懐くでしょう。そう、そこが狙いなんだよ。頑張ってください、お父さん。行こうか。探偵さん、調査の結果は？まずドクター・テンマ、警察はフォルトナー夫妻殺人事件の容疑者として彼を追っています。しかし消息はつかめてません。警察に召喚された時、テンマはこんなことを言ってます。10年前彼が命を助けた少年がアイスラー記念病院の院長以下3名を殺害して逃亡。少年の名はヨハン。その後ヨハンは成人して姿を現し、目の前でまた殺人を犯したと。次にニナ・フォルトが殺された夫妻の娘ですが、彼女も未だに行方不明です。メスナー氏です。足跡をたどってフランクフルトまで行ってきました。今彼は亡くなっていました。
2ヶ月ほど前にメッタ刺しでした。麻薬をめぐるごたごたに巻き込まれたということでしたが、メスナーは警察時代私の相棒だったんだ。そうでしたか。メスナー氏は麻薬に手を出して警察を罷免されました。その彼を助け上げたのが赤ん坊という男でしてね、極右組織の顔役みたいな男なんです。それが一体。この冬フランクフルトでトルコ人が焼き討ち事件があったでしょう。その首謀者が赤ん坊だという噂なんです。 That's true。 ある東洋人が火を消し止めて防いだ。その東洋人の名前が天馬、right。 もしそれがドクター天馬だとしたら、もう一つ、その赤ん坊が放火事件を起こしたのは彼らの組織のリーダーにある青年を迎える儀式だったのではないかと言われている。ある青年。10年前、ドクター天馬が手術で命を救った少年の名は。 How this guy know so much? ヨハン。赤ん坊が組織のリーダーに祭り上げようとした青年の名もヨハンなんです。I'm guessing this is why somebody watching him. I'm guessing that this is the reason why somebody's watching him is because, yeah. Oh crap. I think probably somebody's legitimately watching him in that building. Haha, そこに来るか。なあ、ロベルト。まるでこのチェスの駒みたいだな。俺の人生は。何か気にかかることがあるんですか？あの時、一本の電話がかかってくるまで俺の人生は負けっぱなしだった。刑事だった俺は相棒のメスナーと押収した麻薬の横流しに手を染めていた。電話の主は全てを知っていた。もし黙っていてほしいならある夫婦を殺せと、ハイデルベルクのフォルトナー夫妻。いやー、俺たちは助かる。あの夜にはもう一人新聞記者か何かがいたが、俺とメスナーは3人とも殺した。その後多額の金が振り込まれた。警察を辞めた俺をシンジケートが拾い上げた。しかもいきなりいいポストにつけてくれた。儲けた金は簡単に洗濯された。そして今の奥さんと知り合い足を洗った。なぜあんな簡単に組織から抜けられたんだ。誰なんだ、あの時の電話の主は。あの時あの多額の金を振り込んだのは、俺の人生を操っているのは誰なんだ。ロベルト、君には感謝して。 And then forced you to live。 ずっと守って。 Hold on a second, bro。 なら今の言って待って。 So this guy, I'm pretty sure that it's gotta be Johan, right? It's gotta be Johan. So this guy is basically, I'm pretty sure that he probably is not the one that picked that house, or probably it could have been him, but more than likely I'm thinking that it's probably Johan that, you know, told him, hey, buy this house, you gonna live beside the people you killed, or something. I don't know, but obviously he was paid to do the job by Johan, so I don't know, but that's crazy that he lives beside the house that he killed them people in. くれませんかね? それはできない相談だな。こりゃ厳しいや。じゃあ、あなた、行ってくるわね。ああ、気をつけてな。
Don't even know your husband is a murderer. 無駄だよ。おもちゃのことしか頭にない。行ってきます、お父さん。Call him dad. ロベルト、探偵さんから連絡ないかい？もう来る時間なんだが。ロベルト。Yo. ロベルト、探偵が大変だ。早く来てくれ、ロベルト。お前は。Why is she here? フォルトナ夫妻の娘よ。お前がやったのか、ロベルト。Man, she looked like Nina. やったのはあなたのボディーガードのロベルトよ。ロベルトが？私、隣の家からすべて見てたわ。そんなバカな。ロベルトは俺の信頼できる友人だ。お前こそ俺に復讐するために来たんだろうが。ロベルト！ロベルト！このバッグは持っていくわ。あなたはここに残りたいならそうすればいい。信頼できる人間なんてものがあなたにいるならね。I thought that was Nina, bro, but she way too young. どうしました、ミュラーさん。ミュラーさん。The hell?Well, he's... Oh, damn. He the one that took him out. Hayaku, kuruma o dashite. Hayaku! Tonari no ie kara...ずっと俺の様子を見ていたんだろう。俺をどうするつもりだ。心の底から憎んでる。殺してしまいたいほどね。俺は脅されてやったんだ。あんたの両親をやらなければ麻薬の横流しをしていたことをバラすと。だから俺はメスナーと組んで仕方なかったんだよ。That is Nina, ain't it? 仕方なかった。止めなさい。車を止めなさい。I don't know. 素敵な人たちだった。本当に素敵な。父と母は。私のことを心から愛してくれた。待ってくれ。私が本当の娘じゃないのに。It is Nina. 母は。Or Anna, whatever her name is. 私のことを本当に、本当に。やめて、やめてくれ。なのに、あなたみたいなクズに殺された。殺されるっていうのはこういうことだったのか。フリッツが
あの子が俺のことを初めて呼んでくれたんだ。お父さんってなくしたくない、なくしたくないものができたんだ。まあフリッツ。デュッセルドルフ、毎朝8時半、あのカフェで。組織に入った時ボスに命令された。毎朝規則正しく、まるでサラリーマンのように装えと。毎朝母親が子供を連れてその前を通った。俺にとってただ一つまともな日常との接点だった。やあ、おはよう。おはようございます。あなた、あの探偵に何を依頼したの？あんたと天馬の行方、そして警察時代の相棒だったメスナーの消息。 It is freaking Nina, man. But she does look super young. I guess because of what she's wearing. その件で詳しい追跡調査を依頼した。昨夜探偵から電話があって。妙なことになってきたんですよ。妙なこと？ええ、メスナー氏はすでにジャンキー状態で、組織のゴタゴタに巻き込まれる存在ではなかった。もう一つ、犯人はフランクフルトの組織関係者ではなくて、デュッセルドルフの。デュッセルドルフ？いや、この先はお会いした時に詳しく。あったわ、報告書の下書き。メスナーの件、犯人、ロベルト、誰だ？これ、どういう意味かわかる？もしもし。バッグを返してほしいんですが。ロベルト？奥さんとフリッツは今、私のそばでくつろいでますよ。なんだって、おい！家内を出せ！早く戻った方がいいですよ。あなたの幸せな家に。銃を貸してくれないか。その銃、至近距離でないと使えないわ。弾は4発しかないし。十分だ。これでも元刑事だからな。気をつけて。俺に死なれたら真相を警察に話してもらえなくなるからだろ。そう、絶対に死んじゃダメ。私は隣の空き家からあなたを援護する。フリッツ。お父さん、見て、釣り竿だよ。この子ったら、お父さんに釣りに連れて行ってもらうって聞かなくて。バーバラ。ロベルト？あ、そうそう。今、彼の警備会社からお仲間がいらしてるわ。留守中に何かあったみたい。仲間？でも安心して、何の被害もなかったそうよ。ロベルト、ミハイルが帰ったわ。ご心配なく。ガラスが1枚割られてましてね。近所の子供のいたずらでしょう。何も心配はいりません。死体はここにあった。探偵の死体は何もなかったんですよ。ロベルト、お前は何者なんだ？奥さんとフリッツが来ますよ。さあ、ことを荒立てないで。さあ。結構。これで本当に何もなかったことになります。今日は平和な一日だった。これからもね。ミナ！ニナ！ニナ！美しい娘でしたね。ニナをどうしたんだ？丁重にもてなしています。ある方にとって大切なゲストですから。
ある方？その青年の名もヨハンなんです。ヨハン、ヨハン、ヨハン、何者なんだヨハンって。お前たち一体何者なんだ。あなたは奥さんやフリッツと幸せに暮らしたい、それでいいじゃないですか。それでいいんです。長いことお世話になりました。今日でお別れです。イナをどうするつもりだ。殺す気か。お幸せに。お父さん、いつ釣りに連れて行ってくれる？ This is crazy, bro. 明日晴れたらな。見えなくなったか。実にいい目だ。ヨハンとよく似ている。ヨハンにはいつ会えるの？ヨハンに会わせてくれるって言うからおとなしくついてきたのよ。確かに彼もあなたに会いたがっている。今彼はどこにいるの？ミュンヘンで幸せに暮らしていますよ。ミュンヘン？ミュネック？本当にいい目をしている。実に残念だ。さて、あとは。ドクターテンマか。Oh! Yo, he came through just in time. I thought... Okay. Man had 4 bullets. He did not even waste one of them.来たの？言っただろう。これでも俺は元刑事だって。おい、オフ。Get out of here, bro. Not in time. Did he make it?He got shot, man. Yeah, he got shot, bruh. Yeah. So just from the way how he's talking, I could tell that he's been shot.He saved their life, though. And slowly, you come to realize. I don't know, man. It's all as it should be. You can only do.It's the same one. Okay. Bruh. That's crazy, man. I thought Nina was done. So I'm wondering if those guys are actually working for Johan, or are they just using it to take out his sister? I don't know. Is he actually running an organization, or he just convinces, has a great way of...You know what I'm saying? Of persuading people to do things. That's why I'm wondering if he does actually have like a gang or a organization that he built for himself. But I mean, there's so many things that would contradict that. So I don't want to go too far into my theories and be super wrong at the end. But let's get to the next one.
捜査の邪魔をしないでもらいたいね。どうなったんですか。警察はこの事件をどう見てるのかだけでも教えてくださいよ。今回の事件も例の連続殺人の一つと踏んでいるんですか。殺害されたヨップ夫妻も子供がいないそうですね。これはどう考えてもドイツ全州で起こっている連続中年夫婦殺人事件の条件にぴったりだ。ノーコメント。聞きましたよ、連邦捜査局から担当捜査官も来るそうじゃないですか。やはり一連の連続殺人事件と関連が。ノーコメント。こりゃその連邦捜査局の捜査官に直接聞いた方が早そうだな。任せといてください。絶対他紙を出し抜いてみせますって。でっかい見出しのスペースお願いしますよ。ん？じゃあよろしく。すみません、ハンブルクタークのキッパーと言います。連邦捜査局の捜査官ってあなたですよね。一言お願いしますよ。今回の事件、例の中年夫婦殺人との関連性は。ハンブルクタークのキッパー君、君にだけ特別に教えてあげよう。まさにその通り、今回の事件は連続中年夫婦殺人の一つだ。やっぱり。じゃあ容疑者は例の日本人医師。今報告書を見た、一連の殺しと全く同じ手口だ。特ダネいただき。どうも。ちょっと待ちたまえ。はい。ハンブルクタークというのはここの有力紙だね。当然君の記事はドイツ全州の有力紙にも流れるというわけだ。もちろんですよ。ご協力ありがとうございます。I don't know what they up to, but it's not cool. Sorry, I got my goldfish bag. For the one time.私は今犯人になりきっている。ノックをするか。ああ、ここはヨップ夫妻に警戒されないのが一番だ。愛想のいい夫婦だ。すんなりと招き入れられ、今へ通される。彼らは何の警戒もしない。主人の椅子、私はもちろん客用の椅子に座る。数分後に主人はあそこの床で絶命する。だが私はまだ行動を開始してはいない。妻はどこだ。そう、まだこの居間にはいない。キッチンでお茶を入れているところだ。お茶は出されぬまま、妻はキッチンで背後から刺されている。ということはそろそろ私は行動を開始しなければならない。ナイフを取り出し、慌てて立ち上がろうとする主人を一突き。おっと、し損じた。主人は左手に傷を負いながら逃げる。次の一撃は主人の右肩だ。またもヘマだ。まったく私は素人もいいところだ。主人は妻の名を叫んでいる。
だがキッチンの妻には聞こえていない。妻は最近耳が遠くなっている。そう、私はそれを知っているんだ。騒げ、泣き叫べ。妻はお前をやった後で始末できる。追い詰めた。主人の左手の後、このサイドボードの前で私は主人を追い詰めた。とどめだ。いや、私はここでもとどめを刺していない。主人の絶命した床まで5メートル。なぜだ。なぜ私はここでとどめを刺さない。なぜ。Sees himself in the mirror. この男がヨップ夫妻を殺したんですか。いえ、別にそういうわけではないんです。ちょっとご近所の皆さんにお願いしているだけです。この男が現れたらごく自然に接してください。そして速やかに私に連絡をする。ただそれだけでいいんです。はあ。あなたに危険はない。私が保証しますよ。それにしてもこんな静かな住宅地で嫌な事件が起きたものですね。本当にヨップご夫妻いい方でしたのに、奥様毎朝声をかけるといつも明るく挨拶して。声をかけると。あの奥さん1年ほど前から耳が遠くなっていたんですがね。え、まさか。彼女の主治医のカルテに書いてあります。あなたの挨拶ほとんど聞き取れていないはずです。まあ、あの奥様のことだから私の気配を察して挨拶されてたのね。ご近所の方々は奥さんの耳のことご存じない。ええ、多分。いやー、立派な会社でらっしゃる。その若さでここまで躍進されるとは並大抵のことではありませんよ、ジーベルさん。いや、たまたま契約を結んだメーカーの車が好調だっただけですよ。この度はおじさまおばさまのご不幸、心からお悔やみ申し上げます。ええ、親戚といえばもうおじおばしかいませんでしたからね。お子さんのいなかったあのご夫婦、おいであるあなたをさぞ可愛がってらしたんでしょうね。ええ、実のこのように。で、犯人は捕まるんでしょうね。ええ、ほぼ断定しています。やはり例の日本人の元医者。これはお詳しい。そりゃそうです。以前にこれとよく似た事件がありましたからね。遺産はどのくらいになりますかね。え、いや、ヨップ氏はあれだけの資産家でらしたので。それが何か事件に関係あるんですか。遺産の相続人はやはりあなた一人、oh, damn. ってことになってるんでしょうね。なんだって言うんですか、こんな時にする話じゃないです。 Hey, we gotta ask, bro. We gotta ask. 華々しい業績を上げている会社でも、裏を返せばその経営は火の車なんてことはよくあるものです。なんなんだね、あなたは。まるで私が遺産目当てにやったとでも言いたげな口ぶりだな。大丈夫ですよ、あなたには完璧なアリバイがある。秘書と部下を連れて商談を食事に出かけて、証人もいる。何が言いたいんだ。あなたは犯人じゃありませんよ、そうでしょう。 This man already know the details. ああ、君か。どうなってるんですか。何がだね。とぼけないでくださいよ。私この数日間あの甥っ子について調べたんです。彼の会社は一見有料だが、裏では株や投資に失敗して内情は相当逼迫している。それにあなたは甥の会社周辺を徹底的に洗っている。どうなんです、本当のところは。あなた本当にこの事件、連続中年夫婦殺人の一つと見ているんですか。うちの独占スクープで各紙みんな同じ論調になってるんですよ。もし一連の殺人事件と無関係なら大誤報ということになる。君の言う通りだよ、模倣犯の仕業だよ、一連の事件に見せかけたね。やっぱりすぐ記事の内容を変更しなくっちゃ。いや、今のままでいい。え、今のまま記事は連続中年夫婦殺人として書くんだ。冗談じゃない、
なんでそんな嘘の記事を。いいから書くんだ。私はこう見えてもジャーナリストの端くれでね、圧力かけても無駄ですよ。キッパー君と言ったね。なんとも魅力的な女性じゃないか。温かい家庭、素敵な奥さんと娘さんがいるというのに、あんな魅力的な女性では浮気の虫がうずくのも無理からぬことかな。スマイスカーニュア。今まで通り、いや今以上に中年夫婦殺しの特集を組むのもいい。そうすれば必ず奴はやってくる。期待しているよ。ちょっと伺いたいことがあるんですが。そうですか、そんな素敵なご夫婦でいらしたんですか。ええ。あの、お二人に里子がいたということはありませんでしたか。いいえ。ほんの短期間でもあまり見かけない子供と暮らしていたようなことはありません。あのご夫婦は甥御さんをとても可愛がっていらしたし。あ、お茶もう一杯いかが。あ、いえ、もう。そうおっしゃらずに。She about to call the police. あの写真の男です。今うちにいます。そうですか。ご協力ありがとうございます。ルンゲ警部、面会の方が。誰だね。例の殺されたヨップ夫妻の甥っ子です。あんた、私が犯人だと思ってるだろう。ん？そうなんだろう。私が財産を狙って二人を殺した。本当はそう思っているんだろう。確かに私には今の資金がいくらかある。彼らの残した財産は私をこのピンチから救ってくれるだろう。 What if he does have something to do with it? 私はそんな人間じゃない。 Because he came all the way to the police station to talk to him about something we already talked about. 人を犯人扱いしておいてそんなこととは何だね。私は今から行かなきゃならないところがありました。 I know, right? 待ちたまえ。この間の無礼な言い方撤回してもらいたいね。警察がつけていたあなたへの尾行取りやめになりましたよ。ここの警察はあなたを白と踏んだ。それでいいじゃないですか。それじゃああなたはこの事件の犯人は誰だと思っているんだ。事件の犯人、そんなものどうでもいいんです。あの男を捕らえることができればね。そこに血痕があるということは子孫じた。それじゃあなたは今回の事件は例の日本人医師の犯行じゃないと思っているのか。そうですね、いわば一連の中年夫婦殺しの模倣犯というやつですか。どうしてそんなことが言えるんだ。 They got a copycat. 一連の事件にはないものが今度の事件にはあるんです。犯人はここで被害者を追い詰めた。しかしここではなく、あんな離れたところでとどめを刺している。なぜだ、なぜ一瞬躊躇した。違う。感情があるんですよ。感情？私が追っている男が犯した事件の現場は物取りの犯行に見せかけてはいるが、全く感情が感じられないんですよ。ところが今度の現場と来たら、何とも感情が溢れている。鏡に自分と被害者の顔が映った程度でうろたえている。ま、安心してください。ここの警察は脳なしですから。 That's crazy. So we got a copycat.ヨハンの犯行を真似た模倣犯の仕業だ。But who is it though? 続くんだ。いつまで。
Oh shit. 久しぶりですね。やっと会えましたね、ドクターテンマ。ドクターテンマ。ずっと探していたんですよ。ずっとね。あなたとはゆっくり話がしたかった。もう逃げても無駄です。He didn't bring no backup, though. いつまでこんなことを繰り返すつもりですか、ドクターテンマ。He ain't got no backup, though, so that's gonna mean he's not here to really do nothing. もうおしまいに。Yo! He really did it! Yo! お前などに興味はない。私の邪魔をするな。くそ。Yo, Lungi. He's gotta help him. He's gotta help him. なんだこの傷は。このままじゃ出血多量で死んでしまう。誰がルンゲ警部を病院の前で降ろして逃げるしかない。Shit. Yo. クソ。気がついたか。手錠の鍵はどこにあるんだ。銃を探しても無駄だ。あなたの銃は預かっている。そんなことより早く手錠の鍵を。このままじゃ手の施しようがない。あなたの傷口を見た。傷は幸い復興内までは達していない。ただしその大量の出血、血を止めなきゃあなた死ぬぞ。自白しろ、ドクターテンマ。なんだと。アイスラー記念病院での院長ら3人の殺害、過去3年間の連続中年夫婦殺し、すべて自分の犯行だと自白するんだ。あなた本当に死ぬんだぞ。すべてはヨハンの仕業か。自分は真犯人のヨハンを探しているか。ヨハンなどこの世に居やしない。ヨハンはお前自身だ、ドクターテンマ。自白しろ。こんな倉庫跡じゃろくなものはなかったが、応急処置に必要なものは探し出した。あとはこの手だ。この手さえ自由になればあなたを助けることができる。ドクターテンマの時は優秀な医者、火の打ち所のない善人面か。その手で何人を殺した。あなたは間違ってる。いつヨハンに変わるんだ。いつその善人面が殺人鬼に豹変するんだ。あなたは間違ってる。私に間違いなどない。Oh, really? 意識が朦朧としているんだ。お前の犯行現場には。もう喋らない方がいい。お前の犯行現場には感情がない。喋るな。毎日人の生死を扱っていると感情がなくなるもんだな、ドクターテンマ。それだよ、その冷静さがいつも犯行現場にはあるんだ。実に冷静。 Yeah, but he's also あなたは間違ってる。 I mean, you can't, the thing about it is that you can't really use that to judge
a person who is a surgeon. Like, you can't do that, because surgeons are usually not very emotional people. Like, have you ever met a surgeon? Bruh, I've met a couple of surgeons, and they're not very fun. I don't know. It's like, I know that I haven't met every surgeon ever, so it's not a generalization, but from what I've noticed, and from the ones that I've seen, they're not very emotional people, as in, you know what I'm saying? As in, when you meet them, when they're in that mode or in the workspace, you get what I'm saying? They're not very emotional people. They're very calm people, and you have to be, you just have to have that kind of personality, in my opinion, if you're going to open somebody up, because I can't do that. I have my hands. I can't even, you know what I'm saying? Like, my hands are, you got to have really steady hands. You know what I'm saying? Really good nerves. Like, you just got to be like that. Like, you can't use that to judge a person like Tenma and be like, there was no emotion at the scene. And you just can't, because it's a part of his job to be that way. So it's, you know what I mean? So, yeah, you still think about those things, of course. But you gotta stay calm. Yeah. That's what I'm saying. You say he's calm. But it's a different kind of calm. Yo, Tenma is a G, bro. Yo, respect, man, to Tenma. Like, you gotta be, as I said, I've never met a surgeon like outside of their workplace. But I know they're very focused people. どうも、ご心配をおかけしました。どうやら応急処置が完璧だったらしい。医者が言ってたよ。あの的確な処置がなかったら今頃命はなかったろうって。天馬は命の恩人というわけですね。まあ、天馬には逃げられたが、ジーベルはヨップ夫妻殺しを自供した。お手柄だよ、ロンゲ。どう。 どう思うね。は、ルンゲは天馬に命を救われた。こうなると天馬逮捕に支障をきたすかもしれ。ルンゲは天馬の件から外すべきか。あ、どうも、ルンゲ警部がいろいろご迷惑おかけして。迷惑なんてとんでもない。とても感じのいい方ですわ。そんなに急いでリハビリされなくてもって言ってるんですが。 もうボールを握られたり廊下を歩かれたり、なんだかとても楽しいんだそうです。楽しい？ええ、よくおっしゃってますよ。こんな楽しいことはないって。なんて言いましたっけ、あの犯人。そうそう、天馬。天馬みたいな犯人を追うのは最高に楽しいって。Because he can't really peg him. And that's the thing. And slowly, that's still the same one. Nothing changed. Okay. So, you know, in my opinion, as I said before, I think the reason why he's having so much fun is because he can't really peg him down. And he's, you know, when you consider yourself to be a person who is, you know what I'm saying, you know, as he said, he doesn't make mistakes. And he feels like he's perfect, and you have a criminal that is, you know what I'm saying, or he's seeing someone as a criminal, and he's like, he knows he's not, he probably thinks, you know, he thinks that he's not wrong about this, or not wrong about Tenma, you know what I'm saying? So, it's just crazy, because he that's how he feels. So he's gonna feel like he's having fun, because he feels like he's being outsmarted for once, you know what I'm saying? It's like, everybody else is too easy, just like the dude that just stabbed him. Like, it's just too easy. But anyways, guys.
let's go see. Let me go do this review. All right, so there you have it, guy. Monster, episode 21 and 22. Hopefully you guys are enjoying this series, man, because I damn sure am enjoying the hell out of this series. No matter how many days in between I watch the episodes, you know what I'm saying? Like, I still just have this giddiness of just paying attention, being focused, and, you know what I'm saying, just trying to grab onto any little information or any little clue to what's really going on in this anime. And you can imagine that we've literally only seen Johan once. We've only ever seen him once in the anime. Well, you could say twice, maybe twice. You could say, you know, two times. You know what I'm saying? And we met him as a little kid when Dr. Tenma saved him in the hospital. And it's just kind of weird to me. Why? And that's the thing that's bugging me too, because I'm like, why would Lungi say to him, why would Lungi say to Tenma, right? Why would he say to him that he made up Johan? So wouldn't it be public record that he saved a kid named Johan? That's what I'm saying. A lot of things are throwing me off, because I'm like, why would he be saying that to Tenma? You know what I'm saying? Like, why would he say that? It's like, it's recorded that he saved someone named Johan. So I don't understand why, you mean a guy that is as smart as Lungi wouldn't be going after him. So, you know what I'm saying? In a situation like this, like, if he had that information, which is public knowledge, like, as an investigator and you're investigating someone who's suspected of murder, that is something that's very important to the case, with him not exactly knowing what's going on. Is he oblivious to the fact that he actually saved a little boy, like, how many years ago, named Johan, and he's saying there's no Johan? And it's just like, it just doesn't make sense to me. So was there a record of it or not? Did Johan erase himself from the records, from the hospital record? I don't know. It just seems kind of weird that he knows that there was a little kid, but maybe it's because he's saying that, oh, I saved this little kid, and now this kid, you know what I'm saying, killed a guy in the garage and all this other stuff. Like, maybe that's the situation where he just doesn't believe Tenma about, oh, that is, you know, it's Johan. Or maybe he believes that Tenma has the dual personality. Maybe that's the situation. But from that, the episode 21, you know, where we got to see what was happening with Nina, you know, which was really weird, because at first I didn't really like, because she looks so much younger at that point. I was like, oh, Nina. Okay. And then I was like, oh, it's not really her, because they made her look super short. At one point I thought she was just a little girl. You know what I'm saying? Like, but I was like, is that really Nina? But it really is Nina. So I was a little bit confused about that. But I realized that it was Nina. You know, but that was such a weird thing, because I was like, so Johan, you know what I'm saying? Like, Johan hired them to kill them two parents, because it's the ones that were taking care of, that she lived with while she was in college, right? So the Muellers, or whatever their name is, right? So they're the ones that kill them, because I remember the two officers that tried to get Tenma, right? And he escaped from them, right? The two officers that came to pick him up at the house or whatever, by themselves, you know, and he escaped them. So that, I remember that. So they're the ones that killed them. But I didn't, I guess that wasn't confirmed until now, who took them out or who actually went to the house. Because at first I thought it was actually Johan that went there, but it's not actually Johan. It was the two officers, you know, that was with Tenma. They killed somebody, and there was and the detective that was there, right? Because remember that the detective that had spoke to that, I think it was it Nina or was it Tenma that he talked to before he went there? I think it was Tenma that he talked to before he went over there. No, it wasn't a detective, it was a reporter, right? The reporter dude.
Am I remembering this? I don't remember it correctly. Is he the reporter or a detective? I think it was a reporter because it was the guy. Yeah, it was a reporter, like from the newspaper, because Tenma went there, right, to go do the research, right? And he was there like all night, and then the dude was staying up and talking and stuff like that because he couldn't believe that Tenma was still there. So it was a reporter guy, right? And he went to the house to check on the parents. He ended up getting killed because he just happened to be there, right? And the whole situation just spiraled out of control now because he, you know what I'm saying? Like, they really was about to cap Nina though? I don't know, man. I don't think this guy is working for Johan because Johan don't want to kill Nina. I don't think he wants to kill Nina. Because if he really, don't get me wrong. She did shoot him in the head and he survived. So maybe he does. I don't think he would send somebody to kill Nina though. It just doesn't make sense. I think he would want Nina for himself. You know, but in any case, there's so much more to be revealed here. You know, so I'm not trying to rush into any conclusions and try to figure out anything. I just want to watch this show and enjoy it for what it is, and then we will see at the end if it will be goated on the channel. It's heading in that direction, but I'm not putting in that stratosphere yet, but it's definitely getting up there. Appreciate you guys for tuning in. As always, man, these two episodes were really good. I really enjoyed watching these two episodes. Of course, they were awesome, they were good, the suspense was high. And it's Lungi versus Tenma. That's what we're looking forward towards. But in any case, guys, thank you guys so much for tuning in. As always, man, it's your boy Terabyte Reacts. And I will catch you guys later. Yes. Boom. Don't forget to like the video, man. Don't forget to like the video. This seems like I'm going to have to say that. Don't forget to like the video. Don't forget to comment. I'm out.